い、皆さんこんにちは。今日は兵庫県西宮市にあるパン屋さんブーランジェリーフリアンドにやってきました。お店は阪急宿川駅から東へ徒歩7分、 JR 桜宿川駅から北へ徒歩8分、阪急神戸線の高架下にあります。1951年創業の老舗で、オーナーシェフは3代目の谷口義則さんです。店内にはオーナーさんが獲得された記念盾やメダルが飾ってあります。2021年にもパンの世界大会モンディアル・デュ・パンで優勝されています。店内はパンのいい香りでいっぱいです。人が多すぎるのでトレイとトングを取ったらレジに並びながらパンを選んでいくスタイルです。パンは続々と焼き上がりますが、すぐになくなっていきます。料金もすべて200円台ととてもリーズナブルです。この美味しそうなパンたちの中から食べたいパン、ピンときたパンを購入します。レジの横には冷蔵のデザート系のパンが置いてあります。パンです。コロニアね、コロニアいい感じの。ふーちゃんはこのメロンパン的なやつ。赤おいしい。ほら、もうたっぷり黒いな、チョコが。なんか真っ黒なチョコですね。おいしい、甘い。チョコがただのチョコちゃうな。めっちゃ濃厚やな。メロンパン、おいしい。食感とか甘さとか。甘いね、カリフワで。うん、ピザパン美味しそうです。めっちゃあ、硬そうやな。しっかりしてる。甘い。めっちゃカリカリやな。耳がみちみちいますね。チーズもパリッとしてて美味しいですね。中どんな？見せて。あー美味しそうやな、やっぱり。美味しい。どんな味？食レポ。香ばしい。味せえへん。
どういうこと？わかる。え、あっさり。ちょっと食べてみようか。めちゃめちゃ美味しそうですね。しっかりしてる。チョコになっちゃうから。あ、ほんまや、味せへんな。あ、そうそう。え？うん。皮が美味しい。皮硬いな。なんか。ゴムでする。うん。皮がゴムみたいな。弾力すごいね。めっちゃうまいね、これ。中はしっかり詰まってるね。うん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 。キャンパンは中にあんこがしっかり詰まってますね。